ドア。はい。ゲレンデ、ゲレンデちゃん、最後です。売却します。いつもおらんけど。ほんまや。おらんけど。いつも出張中やから。もうその間にここ。おらん間。早いめに。悲しい。やっぱ可愛いですね。この色がまたね、どの色のゲレンデよりも一番可愛いと思います。この色が。わー、楽しんでいきましょう。はい、またいいですよね。何られてる、ちょっとテラでも飲みに行く。お、テラ。テラ知らん？テラ知らないです。今流行ってんねん、テラ。テラって知らん？初めて聞きました。スターバックスの新しいテラ。え、何ですかそれ？スターバックステラ。え？俺も何かな思って。テラ、テラ、テラ行くわ。テラ、テラみたいになる。なるやんか。で、一回スタバ行ったやんか。はい。ラテやった。ちょっと待ってください、ちょっと待って。どういうことですか？いや、ラテン。ミツルのオトンとな。はい。スターバックス行ったよ。いい手ありましたね。テラ、俺テラや。何なんつって。テラや言う。俺テラや言うて。メニュー見て言う。メニュー見て言うんですか。テラって。まあ、昔の人やから、右から読みたいんかな。はいはい、あるんかな思って。ザギンみたいな、うん。ラテのこと。そや。新しいのもできたかな思って。私も思いました。もう知らんと思って。スターバックスは左から読むよ。ラテだけ右から読む。スターバックステラやって言うの。かわいい。めっちゃおもろいやろ。めちゃめちゃおもろい。面白かったからそのままスターバックステラって頼んだけど何にも出てけんかった。多分このエピソードは、このエピソードトークは多分あのミツルの親父喜ぶ。採用してる。採用して見てもらいましょう。今日売却じゃないですか。今日売却や。金額とかって。金額ちょっと言うとやらしいけど、はい、あの大体こう、まあ、まあ2年弱ぐらい乗って、はい、あの大体買った値段ぐらいやったね。あ、プラマイゼロぐらいですか。まあまあそう、まあまあ、まあ、まあちょっとだけ前、ちょっとだけマイナス。へえ、2年半乗って。いや2年半、あ2年ぐらい、2年弱、うん、まあ、でもね、1万キロいってないか、9500とか。やっぱそれってその1万超えてるか超えてないかってでかいんですか。どうなんやろな、もう今はそんな感も変わらんかもしれんけど、うん、でも2年乗ってそんな値段が落ちない車ってすごいですね。そうやね、ベンツで言うたら、ベンツぐらいじゃん。
ねえ、今まで散々ンバラ落ちてるからね、うん、GT63 だから半分まで言わへん。あ、そこまで落ちてたんですね。そんなに、うん、GLA は GLA も大体買った値段だけどな、うん、あれも1年乗ってないもんね。やっぱ人気な車やったらベンツとかやとそんな落ちないですか。そうやな、だってもう今ゲレンデータついてるもん。これな、今新しい車があるからあれつけへんの言うやん。シートヒーターとかね、椅子の調節する部分とか、このアンビエントライトとかつかへんとか言うやん。一応今ついてるかな、これこういう機能がついてる車の方が、中古でもなんかそっちの方がいい気がしますけどね。確かにそうや。初めて。ちょっとええやつにしたら、え、このカップになるんですか。みたいで、このリザーブ ESP、 コーヒーの豆をよくして、ちょっとなコーヒーの量ちょっと多いとか。初めて見ました。店舗限定らしいです。お持ち帰りなしだし。あ、そうなんですか。ここが本末転限定。へえ。桃とスタバとゲレンデで。お前濃いわ。こんな濃いテレ初めてや。ありがとうございました。すいません。